少し前まではいつになればベロブルグの空を見られるんだろうって思っていたのに、今は宇宙を旅する列車に乗っているなんて。ごめんなさい、窓の外の景色があまりに少しぼんやりしていたみたい。もう少しでおとぎ話の世界に入り込んだのかと錯覚するところだったわ。列車の中にいると君たちも私たちと同じように自分の力で宇宙の未来を築いているんだって感じられるの。ええ、みんなもっと広い景色を見るために頑張っている。ここにいれば楽しい思い出がたくさん作れるでしょうね。請求列車に招待してくれてありがとう。
対処法を考えよう。対処法を考えよう。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。聖子虚実、一年のマナリ。同天元気、超無一角。はっ、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。下手に動くな。火を逃さず。うん、怖くないよ。考えても無駄。ほら、クモ。やっ。死んでしまう。運が巡ってきた。もう誰にも止められないよ。運よ、これで万全だ。負けが少なければ勝ち。騒ぎを起こしたくはない。聖子虚実、一年のマナリ。同天元気、超無一角。はっ、礼儀がなってないわ。誰かな。この程度。誘ってないけど。ラン、戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。クモ、火を逃さず。やっ、礼儀がなってないわ。誰かな。チャンスだよ。全ては星々、星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。私が守る。お願いだから上がら。お願い。星々が私たちの名を記憶してくれる。今日は何を観察しようかな。おお。
Thank you.
対処法を考えよう。めんどくさいやつ、あの世に送ってやる。気を逃さず動く。準備。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。まだ早いし、どこかへ行く？あ、you